はい、皆様大変な中お待たせいたしました。ただいまより名古屋サンドブロウチザ名乗り工場とさせていただきます。お越しの携帯電話並びにカメラ等で今から撮影かとなっておりますので、よろしければですね、ぜひお写真や動画などを撮っていただいて、SNS などにアップしていただいても、結構ですし、またお家に帰ったらですね、今日名古屋と行ってきたよなんて紹介していただけると我々も嬉しいなというふうに思います。はい、またですね、お手元におひねり残ってる方いらっしゃいましたら、ぜひこれから一人一人、ドヤ顔をして名乗りを上げます名乗りを上げますので、ドヤ顔をいたしましたらぜひ一段手を挙げてどんどん名乗っていただければと思います。はい、それでは参りますよっ。いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。改めまして我々は名古屋三三郎一座と申します。この遠藤寺商店街歌舞伎カフェ名古屋座にて、オリジナル歌舞伎エンターテインメントショー名古屋歌舞伎を披露しております専属の一座でございます。私が座長の名古屋三三郎でございます。どうぞ私のことは三座とお呼びください。よろしいですか。 Please call me 三座。いきますよ、せーの。三座。声が小さいな。もう一回、せーの。愛が足りない、せーの。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、そして私がですね、名古屋三之助と申します。特徴はこの関西弁です。覚えやすい思います。三之助のノートって三助って呼んでもらいたいなって思いますね。皆さんお願いいたします。いきますよ、せーの。三助。もうちょい声出そう。いきます、せーの。優しさ込めて、せーの、三助。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、そして私が名古屋三平太と申します。私のことはペータとお呼びくださいませ。よろしいですか。いきますよ、あ、せーの。ペータ。せーの。ペータ。せーの。ペータ。ありがとうございます。やっぱあれやね、どんどん回数増えるにつれてペータペータペータ
どんどん伸びていくっていう、ね、どんどんアルプスに伸びます、ね、アルプスに近づいていくね。頼みますわ、本当によろしくお願いします。はい、ということでこの3名でですね、名古屋三三郎一座として活動いたしております、はい。今日ご覧いただいた名古屋歌舞伎、ご協力いただいておりますのはあちらの提灯ご覧ください。リアクトというあのこっちから3つ目の提灯ですね、名古屋を中心に活動されておりますアクション団体の方々でございまして、この名古屋歌舞伎の盾やアクションの、全てを監修指導していただいております。もちろん、出演もしていただいておりますが、はい、今日はですね、はい、いつもね黒髪っていう役2人いるんですよ、はい、2人いるんですけど、今日はね、たまたま1人でなんとびっくりするような新キャラクターがですね、はい、登場いたしました、びっくりしたでしょ、プロレスラーが出てきましたね。レスラーですよ、名前をエル・ドサンコと言いまして、日本最北端の戦士とはい、はい、いう、アイヌの方ですね。そう、アイヌの方らしいんですけどね、まだ正体は不明でございますけれども、はい、まあちょっとせっかくやったら、ね、そう、ドサンコさん呼びましょうか。エル・ドサンコさん、はい、お呼びしたら出てきてくれるのかな。だから、まあ、ちょっと一回呼んでみましょうか。はい、それでは みんなでせーの、ドサンコって呼んでみましょうか。どっちで呼ぶべきですか。エル・ドサンコって呼んでみましょうか。いきますよ、準備が良ければいきますよ、せーの、エル・ドサンコ。来た、来た。ちょっと待って、もう怒ってるで。怒ってます。何怒ってるんですか。なんか食べてる。なんか食べてる。めっちゃ怖いやないですか。めっちゃ怖い。エルドサンコさんです。拍手。どうぞどうぞどうぞ。真ん中に真ん中に。なんかエルドサンコさん怒ってある。僕らなんかちょっと失礼しました。大丈夫、何も大丈夫です。喋れないですか。喋れんのかい。喋れんのかい。喋れんのかい。最初から喋れよ、マジで。エルとサンコさん、ちょっと自己紹介お願いしてよろしいですか。リアクトのですね、初回本公演からなぜかずっと出続けているプロレス団体ですね、黄昏プロレスっていうのがあるんですね。実際にいや、ないんですよ。実際にないんですけど、その作品の中に出てからなぜかずっとそのまま残ってるんですよ。なるほど。そこに所属しております、ヒールの、プロレスラーのエルドサンコと言います。よろしくお願いします、ね。ヒールなんだ。一応ヒールなんです。ヒールなんだ。ヒールの割にずっと優しげな喋り方を。そう、ずっと優しい、ね、なんか喋ったら優しい感じですね。優しい感じ、ね、いやなんかね、これ被るとでも急、あれさっきガム噛んでなかったですか。今噛んでる、今噛んでる。あ、そうで、こんな感じでちょっと悪態つく感じですごい怖い感じなんやけど、裏こうやって通りすがる時とかあるでしょ。めっちゃ丁寧で優しいから。あ、すみません。あ、どうぞ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 。やっぱりめちゃめちゃね、ちょっとせっかくやったらなんかこんなにあれじゃないですか、うん、なかなかエルドサンコが出てきてくれる機会ないから。まずないですね。まずないでしょ。ないから、ちょっとエルドサンコにちょっと質問コーナー僕らからどんどんちょっとふっかけて、はい、エルドサンコをちょっと深めていこうっていうね。はい、お、はい、ちょっとエルドサンコさんに俺らからちょっと質問があります。多分ちょっとみんないろいろね、気になると思うんだよね、うん、気になってる人も、まあ、気になってない人はもうね無理やり聞いてください。だって名古屋歌舞伎で歌舞伎見に行くっていきなりプロレスラー出てくると思わないでしょ。俺らも思ってなかったからさ。で、まあ、ちょっとまずはね、はい、ジャブあたりからいきましょうか。そうだね。エルドサンコさんの好きな食べ物は。好きな食べ物、肉。あーらー、ぽいですね。ぽいですね、プロレスラー、プロレスラーっぽい。はい、ぽいですね。エルドサンコさんは年齢はいくつなんでしょうか。30。意外と若い。意外と若い。エルドサンコさんが憧れたヒーローは。実際にいる選手なんですけど、エルサントというプロレスラーが。エルサントからもしかして名前をもじってるんですよ。エルサントってプロレスラーがもともと本当にいるんですね。絶対分かんないからあえて言ったんですけど。なるほど。エルサント知ってる方いる。誰もいない。誰もいない。誰も知らないです。まあでも北から来てるってことだから、エルのドサンコっていうのでかけてるんですね。エルドサンコさんですね、はい、いやすごい。エルドサンコさん、正体は黒髪の兄です。言っちゃった、ええの言っちゃった、これそういうの絶対言っちゃった、分かってますの。いい、みんな分かってるけど、みんな分かってるけど。いやいや、暗黙の了解じゃねえの、そこは。今グレート無駄だって、結局魔界の扉開かなかったら武藤として出てますよ。出てる、でもなるほど。子供たちが斜め下向いてたよ。もうよく分かってない。よく分かってないよな。プロレスよく分かんないの、俺も分かんないもん。ね、すごい。行くよ。エルドサンコさんは本当にね、神の国のプロレスマニアということで、ね、どんどん俺らのことすら置いていく。共演者すら置いていく、プロレスマニア
な方でございます。まあね、このようにですね、初めて来た方とかわからんかもしれませんけど、ね、名古屋歌舞伎っていうのはね、よくね、中身が変わるんです。そうなんです。昨日と今日まで中身が変わってます。はい。ちなみに2日前と昨日も変わってるし、毎日ね、どんどんいろんなシーンから付け加わったり、ちょっと省いていったり、人が変わったりとかしてね、その日その時のその回の名古屋歌舞伎が楽しめるっていうのがこの名古屋歌舞伎なんですけど、今日はエルドさんこがやってきたというね。もしかしたらもう二度と出てこないかもしれない。二度と出てこないかもしれませんから。すごい、非常にレアなキャラクターです。はい、なかなかね、見ることができない、こう妙な名古屋歌舞伎、今日ね、できたけれど、はい、ということなんですよ。じゃあ、せっかくですからね、今日エルドさんこさんも含めて、はい、もうあの座長のあのコーナーやりましょうか。あのコーナーやっちゃおうか。この名古屋歌舞伎名古屋座、何でも構いません、何のことでも構いません。皆様からご質問をいただいて、我々がそれにお答えする Q&A というですね、画期的なコーナーをしてみたいと思いますので、はい、ね、皆さんぜひ何か気になることがあったらですね、はい、ぜひ手を挙げていただいて、我々に質問を投げてください。いっぱいある。今日いっぱいおるよ。いっぱいおるよ。大体ちょっと今日選びましょうか。選ぼうか。じゃあ、じゃあ三選んで。じゃあ何か、はい、ある方。書いてあげて。ある方。どうぞどうぞ。一番早く上げとったもんな。一番早かったな。どうしたらイケメンになりますか。どうしたらイケメンになりますか。すげえ質問が来たけども、どうしたら、まあ確かにね、じゃあフェーター、フェーターどうでしょう。お父さんとお母さんやね。やめろー。いいでしょ。お父さんとお母さん次第っていうのは大きくなるまでわからない。じゃあちなみにエルドさんこはかっこよさって言ったら、マスクをかぶればわかる。やめろ。全然参考ならぬやつまで。何なんだよ。社長はご飯を1日5合食べなさい。もう全然考えない。ご飯をたくさん食べるんだ。いや、まあでもたくましくなる。たくましくなる。なんやろな、イケメンって言ったらさ、顔のこと思うかもしらんけどさ、実はサンスケってさ、昔なちっちゃい時な、一緒ぐらいの時な、自分のことな、一回もかっこいいとか思われへんくて、なんやったら自分嫌いやった。でもな、自信持つためにな、どうしたかって言ったらな、自信つけるために、例えばな、おしゃれ頑張ったりとか、例えば、人に優しくしたりとかな、お母さんに優しくしたりな、女の子に優しくしたり、友達に優しくしたりするとな、なんていうんやろな、見た目だけじゃなくてな、内面的なすごい優しいイケメンになるわけやな。わかる？だから顔だけじゃないからな、心のイケメンっていうのがあるからな。うん、なんやろな、間違ってももうこのこっちの3人はな、生まれ持ってのポテンシャル高いだから、もう今もう真似せんで大丈夫やからな。サンスケの話だけ聞いとけばいいからな。はい。お前らは大人か。ほんまに子供が真摯に聞いてくれてる時に、お前に何を遊んどるんや。イケメンなんてものは心意だ。そう、心意だ。大丈夫、心意さえしっかり持ってれば顔なんか勝手に変わってくるから。変わらへんわ。顔変わったら怖いわ、ほんまに。はい、ポスター差し上げます。ありがとう、はい、そうな、心意気だよ。うん、ね、心意気でも本当に心意気は大事です ね、うん、ね、自分に自信持つっていうのも一つですよね。中身が顔に出てくるからね。そう、確かに、ね、下ばっか向いてたら暗くなるし、上向いていけ、ね、俺がこんなにイケメンなのは中身がイケメンだからです。ありがとう。ありがとう。なんだよ、拍手一つしか出てこないじゃないかよ。はい。パラ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 と。まあでもいい質問やね。ね、いい質問だね。十分かっこいいのよ。大丈夫だよ。このまま大きくなったら多分。お前は元気よし。だいぶイケメンだと思うぜ。大丈夫大丈夫。ちなみに誰が一番好き、かっこいい、イケメンやなと思う？俺の名前知らへん。お母さんに一番真面目に答えた。一番真面目に答えたぞ。ペンタが一番面白い。一番面白いのはペンタ。なるほど。かっこいいのは3人で、一番かっこいいけど名前は覚えてないってことで、ありがとうございます。精進させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、いい質問やったね。はい、素晴らしい。はい、じゃあもう一人ぐらい行っとこうか。もう一人いきましょうか。じゃあ、じゃあ行くか。行くか。嫌いな食べ物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 か。これはあんま話さんね。ちなみにペーターは、
基本自分好き嫌いってのはあんまなくて、うん、あえて言うなら焼きレバーかな。レバーな。焼きレバー。焼きレバー。生レバーは大好きなの。これ今食べれないもんな。生レバーって知ってる？生レバーは大好きなんだけど、うん、焼いたレバーは大嫌いなんだな。ああ、だから食感か。食感のパサパサに。ちょっとパサッとした感じが。口の中がね、後ろのあれがちょっと苦手かな。肝臓のことだよ。君の体の中にもある肝臓のことだよ。あのね、肝臓はね、ちょっとね、病気になるとね、X 線とかでたまにわからなくなるから、ね、ちゃんとね、悪くなった時はね、ちゃんと調べないとね、ダメなんだよ、肝臓は。そんな話聞いてへんやん。あと、膵臓とかもやばいから、ね、やばい。膵臓はな、まあ、膵臓は危ないけど、そういう話してんのちゃう。嫌いな食べ物、危険な体の内臓の話しちゃうねん、お前。エルドさんとはちなみに嫌いなもんとか。僕は焼きそばの中に入ってるキャベツが苦手なんですよ。焼きそばの中に入ってるキャベツ、他のドサンコって北の国からでめっちゃキャベツとか、キャベツもう名産やんですよ。なのに焼きそばに入ってるキャベツがなんか気に食わない。気に食わない。あ、でもやっぱそれも食感なんですかね。ふにゃっとした感じが。麺の食感だけで食べたい。なるほど。好き嫌いじゃなくて気に入るいらないで食べてる。やつは気に入らん。気に入らないか。なるほど。ヒールらしい表現方法だよね。まあでもそんなにないですね、2人とも。ないね、キャベツ。まあでも多分ちょっとサンスケも似てるんですよ。嫌いなもんないんですけど、うん、あのトマトの中でも、トマト好きなんですけど、カットトマト分かります？リンゴみたいな形のやつ、うん、あれだけが気に食わんのです。切り方が気に食わないってこと？で、なんかあれあんまり食べる気にならないというか、なんなんでしょう。ちっちゃい時多分あれリンゴやと思って食べたらトマトやって、なんやこれってなったから。スライストマトなら OK。 大好きです。プチトマトも大好き。丸ごとも大好き。カットトマトだけ気に食わない。気に食わない。嫌いじゃなくて気に食わない。なんだ、気に食わないっていう表現は。まだそれぐらいですね。あ、そう。座長は？俺はね、今はね、嫌いなものは納豆がダメです。納豆がダメだ。納豆みたいな顔してる。なんだよそれ。どんな顔なんだよ納豆みたいな。え、納豆単体でダメなのか、もう中に入ってたら全部ダメですか？あ、もうダメだ。え、じゃあカレー大好きじゃないですか、うん、納豆カレーは。あ、もう絶対ダメだ。え、じゃあ好きと嫌いが混ざったらどっちが勝つんですか？じゃあでも好きが勝つかもしれない。カレー自体は食べ、納豆カレーは食べると思うけど。じゃあ納豆カレー今日食べに行きましょう。いや、いいですよ。ココイチで納豆を取ってる人ね。でもね、俺ね、昔からね、好き嫌いめちゃくちゃ多かったんだよね。なんかその話聞きましょう。すげえ多かったの。なんか本当に食べれるものといったらもう穀物とお米ぐらい。うん、穀物、言い方、穀物ぐらい、言い方、穀物分からへんの、なんも。あ、そう、あの、何、豆とかさ、豆とかな、で、大豆とかさ、そういうのしか食えなかったな。野菜も嫌いだったしね、あの、いろんなもの食べれなかったんだけど、これじゃいかんと思って、うん、俺もう、気合いで全部我慢して、ぐわーって食べてたら、食べれるようになったんです。なんかあれですよね、あの、克服するためにあの、涙流しとか涙流してからうぅぅぅって食べて食べたんだけど、食べてるうちにだんだん美味しく感じるんだよ。じゃ、ちなみに、うん、こんめっちゃ嫌いやって思ってたり嫌いやったけど食べてみたら今大好きな食べ物は？ナス。あ、ナス。ナスね。うまい。ちなみにナス好き？嫌い。嫌い。食べたことある？あのね、ちゃんと涙を流しながらうぅぅぅって食ってるとそのうち美味しく感じるから涙流してる時点でちゃんとっていう表現が合ってない気がするけどあの20年ぐらいかかるかもしれないけど、うん、多分好きになるから大丈夫。でも俺、あの、好き嫌いが多いとね、大人になった時みっともねえんだよ。そうやね。そう、あの、外デートに行った時とかさ、あの、一緒に彼女とご飯食べてね、あ、俺これ食えない、俺これ嫌いとか言うとさ、すごい、うん、かっこ悪いでしょ。かっこ悪いんだよ。だからね、今のうち好き嫌い全部。そうです。だからイケメンになるためには、ね、うん、嫌いなもん減らした方がいいで。本当に。だってこんなに強い人がさ、ネス食べれねえ、ネイネイ食べれないとか言ったらめっちゃダサってなるよ。かっこ悪いでしょ。かっこ悪いんだよ。うん、ね、で、今まだ、未だにまだ勝てないのが納豆。納豆、うん、今でもあの頑張ってうぅぅって食べてるけど、差し入れで。じゃあ皆さんぜひね、あの、納豆の差し入れの方よろしくね。納豆差し入れてきたら俺本当に俺やる気なくなるから。克服するために泣きながらね、そう、もっと強くするために本物の男に納豆なんか僕大好きですからね。大好きですよ。
マジでめちゃめちゃうまいよ。俺もね、あの納豆うまそうに食ってる人見ると羨ましくなる。うまいんだろうな。ちなみにあの多分料理とかすごい好きやんか、中に何入れる派？僕はですね、もうシンプルに、まあ、あのめんつゆと、あの黄身と、あとネギ。黄身とネギ。黄身って何？卵の黄身。黄身ですよね。黄身の黄身。黄身って言います？黄身やん。俺黄身って言ってる、ずっと言ってる。岐阜の方の方言じゃない？岐阜の方の方言って分かんない。黄身って言わないです。黄身、まあ、卵の黄身と黄身って言ってます。めんつゆと、あとネギですね。あ、じゃあちょっとまろやかタイプや。そうですね。で、もうそのまま混ぜて食べるタイプです。まろやかタイプ。まろやかタイプですね。割となんか醤油とか行くとちょっとバッツリいったりとか。え、じゃあ何言うの？僕もでもめんつゆは好きですけど、まあでもいろいろやりますよ。なんかちょっと刻んだ生姜入れたりとか。ほう。なんかいろいろやりますね。へえ。なんやったらちょっとね、一回変わり種でね、あのチーズとかやって。バカじゃねえのお前。あ、美味しいんですよ。チーズ美味しい。発酵食品に発酵食品入れてどうするんですか？そうそうそう。そのチーズとたまにやるのが、チーズとあとキムチと納豆を混ぜて、あと揚げの中に入れて焼いて。ああ、絶対美味しいわ。僕はマヨネーズで食べてあげましょうか。納豆食えない人、納豆嫌いな人、あれ、あ、いらっしゃった。美味しいから、ちょっと試してみて。ちょっと試して俺に教えて。でも多分さっきペータが言った納豆に黄身入れてめんつゆはすごい食べやすいと思う。食べやすいです。あ、めっちゃ食べやすいと思う。臭みがね、ちょっと取れるんでね、まろやかになって。え、どれとさんこさんは何入れる？僕もチーズは入れる。チーズ入れる。やっぱあれですね、入れて混ぜて。美味しいのそれ。美味しいの。なんか割とプロセスチーズでちょっとね、あの食感あるようにちょっと残したりとか、ちょっと頑張ってみようか。はい。でも俺もう納豆に勝てたら俺も無敵だからさ。そうですね。ね、もうあと食えないものなくなるから、ね。確かに、うん。無機物以外は食うよ。はい。もうそれ食べ出したらガッチャンですから。もうね。はい、ということで、ね、はい、しょうもない話、しょうもない話でございましたけどね、そんな質問してくださった ね、はい、じゃあプレゼントします。ありがとう。ありがとう。好き嫌いダメだよ。好き嫌いなくすように、ね、ちなみに嫌いな食い物。嫌いな食べ物はゴーヤ。ゴーヤ、ゴーヤ、ゴーヤもね、俺克服した食い物だけど、ゴーヤチャンプルうまいから、うん、ゴーヤチャンプルお母さん作ってもらって食ってもうまいんだよ。すぐそこにね、あの上宮さんっていう食べ物屋さんとね、あとちょっとこっちにいた南風さんっていうね、美味しい沖縄料理があるから連れてってもらって。上宮さんね、はい、と南風さんね、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、まあ、今日はね、お時間となってしまいました。今日はね、あのゲストにエルドサンコさんも、エルドサンコさんが来てくださいました、ね、ありがとうございます。はい、ちょっと簡単でございますけど、インフォメーションがございます、はい、こちらですね、あの新商品でございます。はい、ドーンドーン、名古屋三三郎一座オリジナル特製、ドリップコーヒーでございます。はい、このね、名古屋座って実は劇場じゃなくてカフェなんです。カフェです。カフェです。カフェなんです。カフェだからさ、コーヒー出さないとお話にもなるんですよ。はい、これね、いつも平日とかに昼カフェっていうのやってたりして、はい、俺らが出すコーヒー、もちろんこの、ドリンクでも出してるコーヒーがあるんですけど、はい、それをね、ドリップパックにした、一座それぞれのね、この3人の、はい、キャラクターをイメージしたコーヒーです。このそれぞれ味がもう全然違うから、はい、本当にね、豆が厳選されてありますんで、はい、俺らがあの厳選して、あのこだわった豆をですね、はい、あのドリップパックにして、販売してますね。はい、限定50でもだいぶなくなってきてますので、限定50セットで、3個セットで1400円でございます。はい、はい、ぜひこちらお願いします。はい、お願いします。はい、はい、そしてですね、こちら、はい、今言いましたね、あの、あ、そうだ、今言いましたのカフェですね、来週の水曜日にありますので、もうちょっとだけ席空いてますので、ね、はい、31日、よければお越しください。はい、そして9月に入りましたらこちら、はい、どどん、ハモフェス、ここ名古屋座とですね、下にあります演奏場さん、そしてその奥にあります盆栽さん3点がで合同でイベントやるんですけど、9月4日16時から20時15分、料金6000円で、なんと食べ放題、飲み放題、見放題、三拍子揃ったですね、豪華な、そしてめっちゃお値打ちなイベントがございますので、はい、9月4日ぜひね、あのお時間空いてる方は、あの予約がね、こことあと下の演奏場さんでできますので、ぜひお声掛けくださいませ。お願いいたします。はい、さらにはですね、こちら名古屋で遊ぼうの中にスペシャルバスツアーが開催されます。10月8日、はい、こちら名古屋飯と歌舞伎文化に触れる旅ということで、はい、あのバスツアーの中に歌舞伎カフェ名古屋座が組み込まれてます。
なんとですね、これ10月8日料金9800円になるんですけど、なんと名古屋のねタレントの佐野俊介さんという方がね、はい、ご同行いただくということになってますので、皆さんこれ定員がございますのでお早めにお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします、はい、ということでね、まあいろいろインフォメーションもございますが、いろんなグッズも、イベントもご用意してますので、またぜひですねこの歌舞伎カフェ名古屋座に遊びに来ていただきたいなと思います。どうぞよろしくお願いします、はい、ということでですね、ここで名古屋締めという締め方をしてですね、はい、終わりにしたいと思います。名古屋締めご存知ない方もきっといらっしゃると思いますので、はい、ちょっとご説明を、私が、名古屋締めで締めよかなもって申しましたら、手を叩いてください、なもって言いながら3回手を叩きます。いきます、せーの、なもなもなも、本当に3回なもなもなも、ゆっくり2回なもなも、3回なもなも、いいですか、3回3回ゆっくり2回3回、はい、簡単ですね、いいですか、やってみますね、参ります、名古屋締めで締めようかなも、それなもなもなも、もう一回いいです、なもなもなも、ゆっくり2回なも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 、ありがとうございました。まず本日はこれに、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まだお手元にですね、おひねりがもし残っているよという方はどうぞ投げ切って帰ってください。はい、どうぞ。いや、ありがとう。ありがとう。ありがとう。大丈夫だね。このね、おひねりはね、中身は木ですからね。なんか小銭じゃないから持って帰ってもしょうがない。まだあちらのドリンクカウンター開いてますので、こちらのいろんなグッズ、このドリンクコーヒーも含めた、グッズがたくさんございますので、ぜひ気になった方はお手に取って見てみてください、ではまだ皆様のお会いできることを楽しみに、お待ちしております。ありがとうございました。サンタでした。またね。